さあジャイアンツ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは源田。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球わずかに外れてボール。これは低いところに持ってきました。ボール先行です。外に決まりました。膝元をつきましたが外れました。5球目は何で来るか。インコース決めました。3ボール2ストライク。空振り三振。ワンアウトです。